ここに出てきた。うん、めっちゃ下がっちゃった。大丈夫、イブキャビ27位なって。見たい。それどうやって見るの？1日2日配信しないだけですっごい下がっちゃった。私は何位ですか？まあそうだよね。皆さん、ねえねえかすみ、なーに？これあずみんさんパクるよな。そうだよ。怒られるよ。やばい、殺されるあずみんさんファンに。うん、あ、ととみきさん、かっぱやさん、ありがとうございます。ゆきみろりーさん、お疲れ行きです。今日はリエスと一緒です。いや、私もな。ひーちゃんもいます。みんなは帰っちゃいました。自分の指が映った。ひーちゃんだけいる、なぜか。ざんたくさん、ひーちゃん大好き、クリームありがとう。うわ、照れ隠しだわ。神戸一部一般、どっちだったのこれ、ね、重大な大事なところが見えなかった。リエス手を振って、だってアニョン、アニョン。もうさ、ピコピコなるんだけど、なんで？ね、カスミめっちゃなるね。私全然ならないんだけど。もう止まってるわこれ絶対。あ、モイピヤホー。モイピー。リエチこんばんはとお伝えくださいだって。こんばんはこう。あ、クマニボパさん、カッパイスありがとうございます。私の隙面だらけやないかい。トーチブラシさん。これなんだっけ？かき氷か。名前出てこんくなったらいけない。かき氷ありがとう。ウェイヨーだって。ウェイヨーってひーちゃん、みやっちさん、帝国さん、兵庫夜も行けることになりました。本当ですか、よかった。一般の当落ってさ、今日だった？ひーちゃん、はい、一般の当落って今日だったんだっけ？またやばい。あ、今日かも。よかった。どうでした、皆さん、一般応募した方は当落どうだった？見えるかな。あ、くまねパパさん、カッパエスありがとうございます。おゆうさんもカッパエスありがとう。まつげかわいい感じ。本当ですか？今日は、今日撮影あったこと言っていいよね？いいじゃん。今日は仕事終わったから、だからね。いや、内容言わなきゃ大丈夫でしょ。うん、だからメイクをしっかりしました。かみどりさん、まつさん、こんばんは。前髪可愛い。まあでもメールでもだって伝えてあるもん。短くすぎなった。短くなりすぎちゃった。てか巻いてるからかも。あ、待って。あ、こんばんは。ひーちゃんし。こんばんは。すいません、ゲームしてて。おい、ひーちゃん。すいません。ひーちゃんはゲームをすると叫ぶタイプです。うん。まあ一緒にしたことないから分かんないけど。ね、エラーコード出た。かすみんに首ったけだって。やった。うん、みんな、トミチさん、違う、大ちゃんさん、なんかみんな、みんなそうやって混ぜるの好きよね。リエチラビューとかさ。ねえ、本当に。リエチラビューマジで多い。ね、どうしよう、目がつむりそう。大丈夫、私の配信にリエチラビュー来るからね。ガチ？本当？毎回リエチって言われる。うん、そうよね、やっぱ混ざるよね。リエチ聞いてる前で接触事故した。どういうこと？ん？わかんない。誰？なんて言ってんの？わかんない。わかんない。やばい、めっちゃ眠いよ。帝国さん、こんばんは。あ、一部ダメだった。あ、そうなんですね。やっぱり難しい。もう病んじゃうわ。もう病んじゃおう。もう病んじゃう。サイドポニーのかすみが可愛すぎて。やった、ありがとう。でもサイドじゃないんだよね、実は。あ、今日、うん、今日リッチもポニーテール、サイドに流してるだけで。そっか、神戸ってやっぱりなんか人気ですね、すごく。ひーちゃんは場所もいいですしね。ひーちゃんはマリカーすると騒がしいですって。あ、めっちゃ。自分もマリカーした。ひーちゃんマリカーあんの？あるよ。やりたい。やろう。寝るっつったやないかい。寝ん。映画見よう。昨日ヒーターと寝ましたかって。あ、昨日は寝てないです。多分見たら途中に寝るけど。マジで寝る。翔太さん、神戸夜はダメでした。やっぱ神戸ってめちゃくちゃ人気ですよね。おゆうさん、アイスクリームありがとうございます。おい、誰だよ、もともとつぶってるって言ったやつ。カスミンの目が、うん、カスミンの目、もうさ、眠たすぎてつむりそうって言ったらもともとつぶってるって言われる。いける。カスミンってすぐ寝ちゃうからさ。ちょ、これ聞いてほしいんですけど、うん、なんだっけ、カスミンとさ、うん、前なんか4人でさ、あのお好み焼きじゃない、
焼肉行った時あったじゃん、うん、で焼肉食べたのか食べてお腹いっぱいになったからなのかさ、焼肉のこの熱なのか分かんないけどさ、かすみにさなんかもう眠くなってきたとか言ってさ寝そうになってさ、ね、食べたら自分めっちゃすぐ眠くなるんよね、うん、そう食べたからか、もともと目ちっちゃいけさ、えどこがえじゃあマジデイチのデカさいいなって、あとサッチとか、えかすみ大きいじゃん目、これが精一杯だな、ね、私はかすみの香りそうよ、美人、自分はまずここを小さくした、今日も言ったかすみん、かすみんって美人だよねって、みんなが言ってくれる、ありがとう、え、じゃあみんなが言ってくれるってことはそれだけ綺麗ってこと、あ、みんなってもユイのとこだよメンバーだよちゃんたくさんかっこいいさ、ありがとうございます、ありがとうしない、頑張る、ね、今日も暑くてやばかったね、こんばんは、うん、かすみん隣にいます、ひーちゃん、りえちゃんお世話になってます、かすみん好き好き、私もやる、みさん一般無事にと見せかけてるくせ、え、ミニフィットスタイムあるのポーズ候補はひーちゃんに聞いてください、だって一般ウェイヨーらしいです、一般落ちてるじゃないや、当選してる人いなくないですか、あギャルピースだった、一般当選してる人いる、逆にギャル今やろ、ギャルギャルちょっ20%ウィンクしちゃった、なんか調子乗っちゃった、調子乗ってウィンクしちゃった、お子様にするやばい、めっちゃタンクトップみたいなことになってた、肩見えすぎて、最初に比べてカスミンの目は徐々に開いてくるよ、来てるよ、嘘、本当に嬉しい、ありがとう、坂道さん、僕はリーチしかだなって、え、嬉しいです、なんかちょっと今キュンとする、私の寿命が縮み、あ、この前ゆきのちゃんのルームをちらっと見に行った気がする、カスミンラビューだって、え、そう、カスミンラビューは誰と誰だと思う、ダイちゃん今見ちゃった、違うよ違うよ、誰のやつが誰のハッシュタグだと思う、カスミンラビューって、ちょっと待ってよ、いやラビューって誰かおるよ、え、そう、え、ちょっと待って、え、ひーちゃん、はい、ひーちゃんラビューって誰のハッシュタグ、気まず気まず気まず、誰と間違った、かすみちゃん、すいません、何やってる、すいません、ふざけてる、すいません、服が STA48 っぽい、あ、そう、これ着てるとね、よく言われるんですよ、せやで、海みたいな、ね、今日は3人います、こんばんは、ツナマヤさん、ウェイジ、ウェイヨーだって、ウェイヨーさん、こんばんは、ひーちゃん、朝配信ありがとうだって、あ、今日配信したか、私レイチのために、いや、知らん、待って、したわ、っ聞こえなくなった、レイチのために昨日ヒーターの配信全部見たわ、だって報告したいことある、え、めっちゃ聞きたい、本当に、そう、したいね、お話けど、昨日ね、昨日ディエね、ヒーターチネ遊びに行ってたからね、最近息をする心の終わっちゃって、だからいつなんかなみたいな、そう、ヒーターんち、ヒーターん何話してたっけ、でもまあ、ディエずっと横にいたから全部聞いてましたけど、ディエがレッスンの時にヒーターんが入ってきて泣いた話しか覚えてない、大ちゃんは初見じゃない、ヤシーさん、こんばんは、ヒーちゃん、ディエ、ヒーちゃん、ディエ、手振ってるんで、初見さえ多いもんな、そうよ、え、サッチ配信始まったんだって、ね、電波マジ、うん、え、そう、そうマジピコピコなる、そうだよ、サッチ配信始まったんだ、ソーリーさん、こんばんは、ピクミン用意してたら始まった、そう、カスミンは食べたらね、すぐ眠る、 DMM で F の声を見てました、今日カスミンの、ありがとうございます、どうでしたか、今日カスミンのアイシャドウ借りました、うん、カスミンキラキラしてた、ありがとう、お姉ちゃんとさ、いつもと違う色、うん、お姉ちゃんの見せた、一番最初に徳島公園うん、鼻がぴょこってしてる、徳島公園でめっちゃキラキラしてた、ありがとう、愛媛、平田おじさん、愛媛はちょっとキラキラ感しかった、名前変わったんだね、おいちょっと、でも徳島の方がかすみんの顔がいいの、隣の芝生は青く見える、え、なんで、全然ね、そんなの関係なく、私普通に、え、3期で誰の顔が一番好きですかって言われたら、私絶対カスミンかな、え、待って、でもリア中も他も好きだけど、え、でもカスミンが一番好きかも、そういうことやん、大ちゃんさん、ソフトクリームありがとう、めっちゃすごいって思った、私困る、この時間からCMとの戦い、え、わかる、本当にそう、キラキラする、誰よりも、うん、大丈夫、私もキラキラする、
ごめん、ひーちゃんに負けるくらいキラキラ、うん、今日は川上散歩行ってきました、うん、え、めっちゃいいですね。眠い、ね、調子乗って、ま、調子乗ってウィンクしてた。久しぶりやな、キノコどこ向けばいいの、ね、電波そう、マジでここか。来てくれたの、え、行った、ちょっとチラッと見た前髪切った。今日姫のちゃんいないんですよ、ね、今日はいない。試験矯正をかけに行った時にちょっと切られました。また行ってもらった。リュウチ今日はシティっぽい服だね。だけど巻いてるから短いんだよ。 でも実はね、スヌーピーがついてるんですよ。え、そういうキャラ、おい、え、ひーちゃん、ね、それ余計なことすぎ言うじゃん直でもリアルでも。あ、言うね。うん、ひーちゃん大好きってよく言っとる。りゅうちゃんさん、おととい9月3日の全国ツアー in 広島申し込みました。ありがとうございます。嬉しい、楽しみに。よしさん、こんばんは。ひーちゃん、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 ひーたん、今日いつさん配信してたの。何のコアだよ。あ、朝6時前にひーちゃん配信してたよ。だってひーちゃん、ラブすごいね。あ、ひーちゃん、ラビュー、ひーちゃん姫、明日全国ツアーラビューの人だ。ラビューの人だって、あれなの、認識なの。ねえ、3期も出たかったな。一曲でもいいから踊ってみたかったから。でも欲しい、なんか何がいい。でも緊急生なのにストーチ回れることだけありがたいことですよ、本当に。こんなまだ初心者でも、かすみさんって言ってくれてる人がいるんだよ、うん、そう、ママと前話してたんだけど、デイたちのこの初心者の、うん、デイたちのってか 2.5 期生さんは別だけど、後ほど問い詰められるだって。初心者のダンスをわざわざ見に来てくれる人がいるだけでもありがたいことよねってママと話してて、本当にその通りだなって思う。第二の家だから、みんなの家は。コロワンさん、こんばんは。あ、ルパンさん、かき氷ありがとうございます。言っとった？ドチカラスさん、うん、ソフトクリーム、うん、夢力の時に首を振ってるのがかわいい。あ、言った言った、カスミンの。そう、マジで振ってるよね。やだ、カスミンの真似やばくね。そんな、それは絶対嘘。え、なんかね、めっちゃね、そう、それはなんかちょっと大げさだけど、でもなんかめっちゃニコニコしながらこうやって首振ってる。え、めっちゃ可愛いよな。え、でもさ、ダンスの先生さ、リュウの夢力を真似してたんでしょ。そうなの。え、言ってた、なんかリアのイメージからがこうなんかこうなってる。あー、でもなっとるかも、リエチもって言ってた。言われてれば。待て待て待て、リエチ、カスミ、ヒーちゃん3人髪押し揃ってるやないか。だって、私はリエチの顔が一番好き。別のルームで違うこと言ってそう。そうよ、本当に信憑性がない。ヒーちゃんさん、こんばんは。だって、でもありがたく受け取っておきます。アイス、ありがとう。同期と一緒にいる配信はいつもより素が出てくる。そう、なんかね、オレンジとかちょっと茶色っぽい。いつもあんまり使わない、いつもね、あんまり暗い色あんまり使わないんですけど、今日はね、ちょっと使ってみることにしました。こんな感じです。やつさん、かき氷ありがとう。ちょっとキラキラしてる。この配信見た時よりあれかもしれない。でしょ、うん、リーチとひーちゃんがいるんかな。だってシェアで三期生可愛い子多いからね。え、本当にみんな可愛いよね。私もてか、なんかもうさ、見た目だけじゃなくてさ、今さ、みんなの中身までさ好きになっちゃったからさ、本当に一人一人の好きなところをなんか作文にできる。ハンカチ持たない人キャラがあるじゃないですか。広島千秋楽申し込みません。ありがとうございます。待っててください。本当に。え、そう、絶対みんな待ってないよ、はい、このメンバー。また、はい、会いましょうね。待ってなって。ビーチいつでも待っております。ほら、それはある。嘘。え、じゃあ一回もない？一緒だったの時はある。ルパンさん、今日ビーチのツアーが出来上がりました。え、嬉しいです。え、みんな話が取ったよ。楽しみ。どんな感じか、めちゃくちゃ楽しみです。ビーチ。ありがとう。ん？学校にハンカチ持ってったことある？え、全然あるよ。リーチ持ってって、そういえばね、なんかね、何持ってかない。え、人生で一回持ってかなかったってこと。じゃあそれはない、小学校の時は持ってた。うんうんうん。高校生は、え、持ってってた、カバンに入ってたもん毎日。うん、毎日変えてた。うん、えらっ。なんかリーチなんかね、寂しそうだよね。確かに女子力あるよね、リーチが。ありがとう。一番女子力ありそう。でも部屋時々汚い全然大丈夫。え、荒れる時はマジで部屋めっちゃ荒れてる。そこにスコップだけに触れた。どういうこと、どういうこと。揺れた、揺れた、揺れた、やってた、ごめん、ちょっとタイムラグでわかんない。こんばんは、ケンツーさん、こんばんは。あ、めっちゃ気持ちかった。あ、やばい、わかんない、ごめんね。水の姉さん、こんばんは。帰っちゃった。
しょうちゃんさん、こんばんは。ふいよさん、こんばんは。相手、あ、相手の何でしょう。デイジが頑張ってると信じてるって、頑張ってる、頑張って、うん、わかんないけど、でもなんか自分もさ、この前のレッスンでなんか、なんで泣いたのかわからなかったけど、ヒデピョンさん、こんばんは。ドンさん、アイスありがとう。でもなんか、あの時はみんな、みんなってか、今日はデイジの家じゃないんですけど、いや、この好きだ。この前は結構いろいろあったから、リュウちゃん、泣いてしまった。ドンさん、アイスめちゃくちゃありがとう。ある意味いいわ、それ言うな。リュウちゃん、初見です。そう、だからひーちゃんの配信を見ながら余計自分も悲しくなって、ひーちゃん画面越しに自分も泣いてしまった。しんさん、わかんない、こんばんは。リーチかすみん、リーチかすみん久々に並んだの見たの。だって確かに、でもさ、確かにじゃない、うん、そうね、なんかツアーのレッスンが始まってからさ、そうそう、別だったっけ。そう、別々だったからね。で、後半組すぎてね。えいさくさん、こんばんは。リーチはありそう、リーチはハンカチ持ちそのうち上手くなっちゃうから、今見とかない。確かにね。ちょっと待って、吹き出しちゃった。そのうち上手くなっちゃうから、まあまあまあ、今はまだね、初心者。おととい9月3日の全国ツアーいいよ、トーチクラスさん、もうリーチしか見ない、3期生はね、だって。まあでも全然それだけでもありがたいことですよ。14人の中で私を選んでくれたんだから。ハンカチを持ってるだけだ。ひーちゃんに後ほどかすみに会えてもらえて。そう、かすみのハンカチの話、今リエのこのルームでかすみのハンカチの話が話題になってる。待って、そっちでなってるの。うん、そう、ウェイヨウケだ。ウェイヨウ、そう、ウェイヨウケだ。あ、いいよいいよ。そう、カスミンはハンカチ。ね、ごめん、タイムラグでわかんない。え、カスミンハンカチ持ってってなかったってこと？ね、え、持ってったことある、持ってったことあるけど、うん、ハンカチ大事、ほぼ持ってってる。あ、そういうことね。うん、まあでもハンカチ買って一緒、どっちかあれば、まあ確かになんとかなる。ジーさん、トマーキさん、こんばんは。あ、よかった、ちょっと順位上がった。カップアイスランキング、カスミンス、カスミンス、かわいいね、いいじゃん。絶対の更新したら X マーク。え、そうなの、わかんない、知らなかった。姫なの、ほんまにのモノマネはカスミンとサチー。え、ぜ、いや、サチーはあの芦田、ん、芦田なんだっけ、芦田愛菜ちゃん。そう、芦田、芦田、なんかサチの、うん、芦田愛菜ちゃんのモノマネが入ってるんですよ。八代優さんがやる芦田愛菜ちゃん。ナチョクさん、リッチャーってハーフ感ある。本当ですか、初めて言われたんですけど。いや、ほんまに初めて言われました。ちょっと、めっちゃシータのほんまにってどんなんだっけ。ほんまにでしょ。いや、ほんまに、え、絶対リーの方が似てるわ。ほんまに、いや、ヒメナはじゃあ似てない今の。いや、え、そんな高くないって。いや、ちょっとやりすぎ。いや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 、似てるやろ。夜勤明けうちです、かすみん。ありがとう、お疲れ様、うっちーさん。大変やね、夜勤も。ね、みんな成長する姿が好きですよね。それはめっちゃ思う。たまにショールームのコメントで全部コメント読んでたら、ラグスカートが書いてる。え、そう、ラグがね、やばいの。お宅いてるけど、これ気にすることない。かすみんコメント、かすみん最後スクショタイムしてやって、いや、ほら、最後だけやろう。かすみん報告、広島公演申し込み、お、あ、なぴちゃん、かっこいいさん、ありがとう。会いに来て、かすみん。ひらつくさん、ハンカチ王子って昔も、え、何ですか、ハンカチ王子って。広島公演当選したらって、待ってるね。ハンカチ王子ってなーに。司会来ませんように、俺が握手会行きにくい。どういうこと。ひーちゃん、かすみん、りーちゃん、2人で握手会行きませんよ。俺が握手会行きます。3人が一緒になっちゃダメってこと？そういうこと？わかんない。りーちはアロハって可愛い別名があります。だって。え、そう、なんかね、りーのママが最初はりーのことをアロハちゃんにしたかったみたいで、その話を前配信でした。え、すごい、覚えててくれてるんだ、嬉しい。待って、じゃあ自分もなんか欲しい。作ってあげようか。
え、違う、自分で作ってみようかとか言って小学の頃にめっちゃ可愛い、可愛いと思ってた1年生の女の子がおって、うんうん、その子のこと大好きだったんよ、うん、友達になりたくてずっと話しかけてね、うん、めっちゃ仲良くなったんよ、うん、その子がソラハちゃんっていう名前だっけ、別名ソラハちゃんですごえ、ソラハちゃんってすごくない、うん、そう、ソラハさんと一緒なんだ、うん、私もそれにびっくりした。え、ね、ソラハさんってさ、なかなかそういうお名前ないじゃん。え、待って、ソラハじゃなかった、え、ソアラだった。ちょっと今フルネーム思い出したらソアラだった。やばい、気まずい気まずい。ソアラでした。だからソアラ、自分はソアラちゃんになりたかったんです。マジで可愛かった今田美桜ちゃんのちっちゃい版みたいな、うん、え、でもなんかね、わかる、いるよね、なんかそういう子。マジで、マジで目でかくて顔ちっちゃくて超スタイル、めっちゃ可愛い子、超可愛かった。普通はもっとそうなんですけど、友達さんこんばんは。入ります。お、待ってます。友達さん、かすみ、かすみ、なーに。でも小学校の時ってさ、ももには酒じゃない、小学校の時ってさ、どういう女の子が人気だったっけ。え、でも、うん、人懐っこい子人気じゃなかった。あ、確かに、人気っていうかさ、うん、なんか、でも、友達多かったよね。友達多い子は確かにめっちゃ人気、ね、持っててたかも。かすみ、広島公園当選した、当選し、お見送りだったらカスミンっていうよ、うん、お、待ってるね。カスミンって名前呼んでね。ハロー、カクさん、キノコのカボボさん、神戸の2部一般選考で外れちゃった。え、本当に、私作りたいです。お、じゃあまだ見かけてない、この今日今配信やって一般で神戸当たりましたよって方をまだ一回も見かけてないんですけど。え、もう、え、そんなことある、誰も当たってないなんてことある、びっくりなんですけど。でも、え、悲しいな。でも、え、待ってるね。え、でもね、マジですぐ分かる。え、でもさ、ウッチーさんってなんかね、分かる気がするの。え、これでもし間違ってたらマジでごめんなさい、本当に。ありがとう。あの、でもね、ちょっと2択あるの。せの高くはない方ですか。これで違ったらマジで土下座だ。ハンカチ王子って昔いましたって平塚さん。え、分からん。え、ハンカチ王子って何ですか。え、ひーちゃん、友達さん、え、ひーちゃんいない、ありがとう。ね、ひーちゃん、ハンカチ王子って分かる。ソラハ、あ、ソラハさんじゃなかった、ソアラちゃんだった。なんか聞いたことあるよ、ハンカチ王子、うん、分からんだけど、ひーちゃんはハンカチ王子が分かるみたいよ。なんでよ、おえってやだよ。マシンガーさん、かき氷ありがとうございます。今日顔が元気やな、リエちゃん。そう、なんか、なんだよ野球選手かなんか。あ、そうなんだ。ソアラちゃん、いや、なんか本当に引いた、この前のレッスン終わりに引いたの家に行って、それでヒータンと一緒にね、話して普通にいろいろちょっと雑談しながらご飯食べたりとかしてたら、それだけでめっちゃ元気が出た。え、うん、待って、マジでそうしたい、もう絶対思えるから、待ってるよ。もうなんかね、本当にリエの精神安定剤はヒータンだから。え、じゃあカスミのうちを作ってよ、ヤシーさん。でもこの前カスミンにとるだって本当に、うっそ、そう、ちょっとね、めっちゃ嬉しかった。しかもめっちゃ見つけやすいし、配信用にラメラメつけた。うちさん、キラキラしてるでしょ。姫川は似てた、本当に。それのそんな気がするだけど、これはまあ確実にするには広島公園でご挨拶。石原さん、リーチってタワレコのサインってもう書いてるけど、まだ書いてないんですよ。まだ書いてない。書きに行きたいの、今度みんなで書きに行こうかな。ね、今度さ、広島のタワレコにサイン書きに行こうよ。え、いいよ、ね、誰書いていいの。うん、え、ゆいなとかも、え、ひーちゃんとかも書いてたよね。書いた、サイン、サイン、広島のタワレコ。あ、書いた書いた。そうね、え、書きたい。いや、裏に書きに行こうと思ってまた行かん。え、行こう、ね、行こう。あ、のぴちゃん、ハンカチ王子って野球選手だよ。だって野球選手なんだ。ちゃんさん、よしかなさん、こんばんは。へぇ、カタカナがいいな。ちょっとあのリエチと合わせる。ね、待って、やだ。え、なに、自分で白くないの。え、やだ。なに、え、
にねトーン上げてるからトーン上げてるから白く見えるだけでね実は白くないんですよ。これ無加工で無加工で漏れてる方やないこれね。ソラハさんじゃなくてソアラさんだったらしいです。だいたいさセブンのみかん氷食べるえ本当にあれ本当にカロリーもそこまで高くないのにめっちゃなんか涼しい気持ちになれるしめちゃくちゃおすすめです。美味しいし広島公園当選しますように食べてみてください。当選してほしいおすすめ中リエリエあのなんか小学校の時って小学校の時あんまりいい思い出ないかも。ここが一番楽しかったかな。中学はうん小学校の時の思い出小学校の時なんかいい思い出あるかな。ヒゲジ久しぶりヒゲジ来た ありがとう待ってたよフルコンボだ。それも大事にしといてね捨てないでよ泣いちゃうね。あ、かき氷もありがとう。スタミンのうちを作ってる素敵なセットでえ、めっちゃ見たい。あーなるほどねキャンセル分しかってことね。兵庫めちゃくちゃ人気だしねもともともうソードアウトだったのね。確かに埼玉で公演もしてみたいですね。広島当たるといいなね。私も祈っとくよ。そうこのリップもなんでキャサリンっぽい顔がこのリップもカスミンから借りたやつです。シノマサキさん服以外スティーっぽい、ね、そうそれねめちゃくちゃ言ってもらえるんですよ。これパジャマなんだっけパジャマ部屋着なんですけどこれを着るときにいつもね言ってもらえるスティーっぽいねって。やばい多分さこれ原因が分かったかもピコピコになる。充電がないからかももう 10% になってそれあるえそうなん私なったことないんだけどねだからちょっと終わってもいい。うん充電今充電器がないから、ね、ひーちゃんハンカチ王子は分かるんかおじ側の人間だなってえでも全然分からんかったって言ってたからひーちゃんこっち側です。ちょっとお願いみんなかすみんのファンが一人でも多く当たりますように。オッチェー今日は可愛いで今日ハニカミ王子ハニカミ王子ってなんか聞いたことあるかも。ハッピーサッピーさん星ありがとう。ドンさんアイスありがとう。メッチさんアイスありがとう。かき氷もありがとう。安定剤にカスミンもれてあげてなんていや全然いや本当にあの時にレッスン室に入ってきたのがカスミンであってもディは多分泣いてたと思う。10歳の方カジーさんカジーさんカジーさん KATZY ってなんて言うえユイニャン始まったよだって。うんカジさんかな。10歳の方カジさんありがとう。ドミカドさん12の方ありがとう。11の方宮地さんありがとう。10の方友知さんありがとう。今週末広島タワレコ行くのでサインのない DH の写真見に行くのであぜひぜひ見に行ってください。逆にさサインがないやつの方がさレアなじゃない。待ってこれから1年はこれなわけだし。ゴンさんありがとう。サインの方ナビちゃん9月3日までにタワレコサインよろしくねだってえオッケーちょっと待ってじゃあみんなでさ行ける日をさ探していこうかな。ありがとう皆さん一緒に行きたいから今日見てくださってありがとうございました。ではまたちょっとごめんなさい充電がないので終わらせちょっとみっちゃんヒーターあの声だけど癖になるえ分かるヒーターの声ってね、ま、癖になりますよね。なんかねもう一発で分かる声してるよね。でもハンカチ王子もうちも野球選手の方なんですか。全然分からなかった。サイン書かずに下まつげ出してきたらなってえあのねアーシャは多分まつげがねあった私アーシャまつげあったっけなんかまつげなかったっけ涙でも涙袋がなかったっけ。マイピヒーターぜひタワレコ連れてえもちろんよ
私ヒータンがいないとどこにも行けないから。マジでなんで泣いてます。え、なんでかな。ディエがいつもトトミチさんの話してるからかな。ひなつぐさん、ディエちゃんってセンター分けも似合いそう。え、本当ですか。でもオーディションの時はね、結構たくさんねしてました、センター分け。うん、てかそもそも前髪が薄かったんでセンター分けもよくやってました。私個人的には前髪ない方が好きなんですよね。そんな感じ。じゃあリエもそろそろ配信終わりにしようかな。そう、この服がね、カスミ終わったよって。そう、カスミ隣にいたからさ。キメラちゃんロス再発してたって。え、でも昨日あったから大丈夫。今日もあったし。それでは誕生を読みます。13位、みさみさん。あ、みさみさんありがとう。12位、クックさんありがとうございます。11位、石毛マシンさんいつもありがとう。10位、ルースさんありがとうございます。9位、キャップさんいつもありがとう。8位、大ちゃんさんありがとう。7位、トウモロコシさんいつもありがとうございます。6位、オイルマス元気さんありがとう。5位、高陽さんありがとうございます。4位、ルパンさん今日もありがとう。そして3位はナピちゃん。ナピちゃんありがとう。そして2位はさやもっちょさんありがとうございます。1位はチャカチャカちゃん、くまねっぽさんでした。このチャカチャカ言う人言わない日は。ひなたわじさん、アンドロイド持ってるやつあるよね。え、ほんとに。え、いる？アンドロイド持ってるかな。ヒゲジ、色白くなったよね。え、本当ですか？嬉しいです。え、それは嬉しい。え、嬉しいです。白くなったなら私はとても嬉しいと思います。はい。なんでこんな上位におるって。え、どういうこと。え、本当だ。サム、え、でもサムッチさんわりかしいつも来てくれるじゃないですか。ね、はい、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。また明日。バイちゃん、おやすみ。